皆さんこんにちは。とうとう関東地方もそうですね、梅雨入りしましたね。梅雨入りしてしまいました。約1ヶ月ぐらいでしょうかね。1ヶ月半ぐらいですかね。夏が楽しみですね。そうですね、はい、この半年こうね、皆さん走り抜けてきたと思うんですが、ここで一つ心をゆっくり休めて、はい、また今年後半折り返しですから ね、また後半頑張るためにもこうゆっくり心だけは休めて、また再出発ですね。そうですね、はい、ということで、はい、まあ、商品紹介であまり今の話関係なかったかもしれない、すいません、はい、この季節にぴったりというか、またこれからの季節にも、はい、いいかなと思うものをちょっとご紹介させていただきたいと思います。まずスカーフが3点ですね、はい、それとマニメッコのバッグをご紹介したいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、まず最初にこちらですね、はい、水色とグレーですかね、はい、ライトグレーの、ちょっとね、今でも暑い時は電車の中冷房入ってますけれども、はい、ちょっと私なんか冷房寒いかなって時には首元とかにもいいですし、これから女性はカゴのバッグとか、そうですね、そういったものに結んでも可愛いと思います。ちょっとできましょう、時間、はい、です、はい、次は、こちらは、マリメッコのプケッティですね、のライトグリーンのスカーフになります。ちょっと2色あって色がなんか似てるんですけれども、はい、ちょっと違いをね、そうですね、はい、こちら私たちはライトグリーンと一応呼ばせていただいてます、うん、これちょっとなんか蛍光色が入ったようなグリーンでしょうかね。そうですね、ちょっと鮮やかな感じ、はい、でこちらは普通のグリーン、はい、そうですね、なります。これも大きいですからね、はい、大判なんでね、いろんな用途に使えますし、ちょっとこうバッグの上にかけて見えないようにしたりとかもいいですね、はい、はい、これからはカバン、バッグの方行きたいと思います、はい、こちらマリメッコのプリマベーラですね、 A4 サイズ、ね、いいですね、これからの季節にちょうど青はいいと思います、うん、そうですね、たっぷり入ります。コンディションは大変良好でございま す、中も綺麗ですね、はい、かわいいですね、かわいいです、フィンレッスンの、はい、バッグですね。おさらさん、今年はサル年です、はい、ありがとうございます、こんな感じです、はい、こちらはマニメッコのヘルシンキ、ヘルシンキの中バチをなんかスポットをね書かれた感じです ね、はい、ちょっと折りたたんでバッグの中に一つ入れといて、お買い物なんかしてエコバッグとしてもいいですよね、はい、一たむと結構コンパクトになります、ね、はい、こちらはハンドメイドですね、フィンランド人のフィンランドの方が作ったハンドメイドのやつで、中もちゃんと中生地もあって、生地口はマジックテープですか、はい、で、まあ、こういった失礼なんですけれども、日本の方が縫ったんではないかっていうのは非常に丁寧なフィンランドの方も結構器用な方ね、綺麗、ね、な、なんか縫製工でございます、はい、はい、上手、この辺はこうで斜め掛けも一応可能ですね、はい、はい、ここまでが結構こう折りたたんでバッグに入れたりこうできるこうエコバッグ的なねところになりますが、はい、こちらマリメッコ、マリメッコですね、結構マッチがございますので、ただですね、ちょっと黒い部分がちょっとにじんでしまったところございますので、まあ、その分お値段を安くしてご提供したいと思います。でここがで長さが調節できますので、はい、もうちょっと長くすれば、はい、こうもうちょっとゆったりともできます、はい、まあ、締められるかと思いますでこうファスナーになっていて、中にもポケットございま す、はい、はい、まあ、詳しくはねホームページの写真をご覧いただければと思います。そのしっかりとしたハンプですね、はい、はい、こちら大人気のマリメッコの
ウニコのクリームのミニウニコですね、はい、ミニウニコになります。こんな感じですね、はい、まだまだグリーンはね、いいですね、うん、いいですね、はい、この色は当ショップでも初入荷のマリメッコのイエローですね、はい、でスナップボタンですね、はい、で中にナイロン あのファスナー付きのポケットがございます。はい、こちらはもうご存知の方も多いと思いますが、マリネコのポケッティのバッグになります。なかなかね、ポケッティのこの色って入ってこないんですよ ね、うんうん、そうですね。こちらもスナップボタンになっていて、中にポケットがございます、うん、ナイロンファスナー付きポケットがございます。こういう感じにして後ろにこうしてもいいですね、うん、はい、肩に普通にかけてもね、うん、ちょっとじゃあ横で、はい、はい、こちらもマニメッコのバッグになります。ネイビー と、ブルーですね、うん、がネイビーになります、はい、中にもね、ナイロンのポケットでしっかりしたちょっと厚手の生地を使っております、はい、こう持ってもいいですし、肩にかけてもいいです、はい、こんな感じです はい、これしっかりしていいですね、はい、あのこういうタイプのトートバッグは初めてですね、はい、白いハンプに、うん、グレー、ちょっとブラウンが入ったような感じのベルトでしょうか、すべてしっかりしております。で、中はスナップボタンで、はい、でポケットがついてるんです、ね、そうですね、ファスナー付きのちっちゃなポケットが中にございますので、ちょっと下の方についてます。貴重品なんかをね、はい、あの収めることができる、これいいですね。いいですね。縦横比がいいですよね。使い勝手がいい、はい、はい、はい。こんな感じ。可愛い。可愛いでしょ。なんて言うでしょうか。生口っぽい。そうですね。こういう感じですね。この丸いのが大きいのがぷくっとして可愛いですね。ウニコです、はい、こちらです。そうですね、はい、こちらはマリメッコのミニウニコ、ミニウニコ、ミニウニコのポーチになります ね、うん、そうですね、コスメポーチみたいな感じでしょうかね、はい、これからね、あの旅行シーズン、季節になりますので、うん、いいと思います。中がナイロン加工ですから、多少こう水気のものも考えて作ったみたいですね、うん、はい、ね、で、ホテルなんかのこう洗面所に置く、うん、あればこうかけてもいいですね、はい、はい、あとガマ口、ミニガマ口を2点ご紹介したいと思います。こちらは何の柄ですか？トカゲさんですね。かわいいですね結構あのマリメッコも出てくるんですけど、はい、トカゲさんじゃないですか、ごめんなさい、ね、ヤモリなんですね。あの家を守るということでヤモリ、はい、縁起がいいんですね。ちょっとね、あの小銭入れたりとか、はい、あの鍵入れたりとか、ハンコ入れたりするのもいいと思います、はい、あとこちらはマリメッコの生地ですね、はいはい、もう甘くて可愛いです。どちらもコンディションは大変良好で、良好です、はい、はい、スカーフとバッグは以上になりますかね、はい、なんかあのこれからあの旅行シーズン、季節にもいいバッグとか甘口とかありますのでね、はい、ぜひご覧いただければと思います、はいはい、で、そちらばかりさん、こちらの販売日はいつですか、はい、6月9日木曜日の、夜9時から21時からでございます。はい、はい、ぜひこうあのブログの方でもね、ご紹介させていただきますので、はい、いろいろ見て決めていただければと思います。はい、はい、ぜひ皆さんご来店お待ちしておりますので、はい、
よろしいですか、はい、大丈夫です、はい、大丈夫です、はい、あとあの詳しくはこちらにね、販売日とかも出ますので、はいはい、お忘れなく、はい、じゃあどうぞよろしくお願いいたします。